リチャード・アレクサンダー・アン・キールは、アメリカ合衆国フロリダ州フォートピアース出身のプロ野球選手、左投げ左打。投手としてデビューした後、イップスによる制球難に陥って野手に転向した。投手としてメジャーリーグ通算10勝、打者としてメジャーリーグ通算70本塁打を両方達成しており、これはベーブ・ルース以来の記録である。ポートセントルーシー高校に進んだアンキールは最速97マイルの直球と縦に鋭く落ちるカーブを武器に3年時の1997年には防御率 0.47、11勝1敗、74回を投げて162奪三振と1回に2人以上を三振に取り、高校在学中にノーヒットノーランを3回達成という驚異的な成績を残す。USA トゥデイ誌の選出する全米最優秀高校野球選手に選出されるなど、高校球界No.1のサウスポーと絶賛され、一巡目、指名は確実と思われた。強硬派エージェントとして有名なスコット・ボラスが代理人であったため、その後の交渉難航を嫌い指名を回避する球団も出たが、セントルイス・カージナルスが二巡目で指名する。すんなり契約とはいかなかったものの8月28日にドラフト指名した球団と契約した新人選手として史上最高額となる契約金250万ドルで合意する。1998年は A とアドバンスト A で投げカロライナリーグのオールスターに選出、さらにカージナルス傘下の最優秀マイナー選手にも選ばれた。1999年は AA。AAA と順調にステップアップし、常に奪三振率は9を超えていた。マイナーでは、テキサスリーグのオールスターに選出、さらにベースボールアメリカ誌選出の最優秀マイナー選手にも選ばれた。8月にはメジャーに昇格し、5試合に先発するが、勝ち星を挙げることはできなかった。2000年のシーズン、チームは開幕直前にジム・エドモンズを獲得し、前年18勝を挙げ、エース格であったケント・ボッテンフィールドと新人内野手、アダム・ケネディを放出するなど、ローテーション総入れ替えに近い状態であり、開幕から先発陣に入ることとなる。4月9日のミルウォーキー・ブルワーズ戦で初勝利を挙げ、最終的には96四死球、12暴投と荒さはあったものの通算11勝7敗。特に最後の1ヶ月は防御率 1.97、4勝負けなしの成績でチームのナリーグ中地区優勝に貢献する。新人王投票でもラファエル・ファーカルに次ぐ2位に入った。この時点で殿堂入りの名投手、スティーブ・カールトンと比べられるまでになっていた。アンキールはアトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ第1戦に先発する。初回に2四球を出したものの2回終了時点では、無失点に抑えていたが、3回に突如乱れる。9番ピッチャーのグレッグ・マダックスを四球でまず歩かせ、1アウトを取ったものの2番、アンドリュー・ジョーンズに2暴投を与え結局四球で出し、3番、チッパー・ジョーンズは三振で打ち取ったもののこの打席でも、暴投を投げる。4番、アンドレス・ガララーガへも暴投するなど乱調は止まらず、なんとか2アウトは取ったが、ウォルト・ワイスにヒットを打たれたところで交代。この回は2安打4四球5暴投で4失点と散々な結果となってしまった。チームは3勝0敗でブレーブスに勝利し、ニューヨーク・メッツとのリーグチャンピオンシップシリーズへと進んだ。乱調のことをあれは冗談だと笑い飛ばしていたアンキールであったが、第2戦の先発では先頭打者のティモ・ペレスは三振に打ち取ったものの3四球に暴投と不安定で3回を投げたところで降板となった。プレッシャーの少ない場面での調整を考えていた。首脳陣は6対0で負けていた第5戦にアンキールをリリーフで登板させる。だが3回を投げて2四球に暴投とシーズン中のピッチングはできなくなっていた。チームは1勝4敗でメッツに敗れ、ワールドシリーズ進出は叶わなかった。先発陣に故障者が多かったための苦肉の策ではあったが、チャンピオンシップシリーズ第1戦の先発を任されたことは20歳の彼には、荷が重くイップスにつながったと言われた。過去にもサンディ・コーファックス、ランディ・ジョンソン、ジョン・スモルツ、マーク・ウォーラーズ、野手では、スティーブ・サックス、チャック・ノブロックなどが、同じように、突如コントロールを失う症状に陥ったことがある。2001年も開幕からコントロールが定まらず、5月11日は、AAA 降格となる。しかし、そこでも4回1、3を投げて、四球17、12暴投と改善の兆しは見えず、28日には、シングル A に降格、最終的には、ルーキーリーグまで落とされてしまう。ルーキーリーグでは暴投こそ14試合で8個と多かったものの奪三振率 16.22 を記録。また、指名打者としても出場し、105打席で10本塁打、35打点、打率286と非凡な才能を見せた。前年メジャーでフルシーズン活躍した選手ではあるが、ルーキーレベルの最優秀選手、リーグのオールスター、最優秀投手、最優秀指名打者に選出された。2002年は肘の故障でシーズン全休、2003年は AA で開幕を迎えるが、肘の状態は思わしくなく7月16日にトミー・ジョン手術を受ける。2004年はリハビリの後マイナーで計6試合に投げ、9月1日にはメジャー昇格。四球は1個とコントロールは改善されていた。再度脳根病に陥っていた。スプリングトレーニング中の2005年3月9日、アンキールは打者転向を発表する。彼は投球フォームを改良してみたが、うまくいかず、ストレスが溜まり、気持ちが続かないと語った。トニー・ラルーサ監督にその件を相談したところ、チームは打者転向を勧めた。シーズンは AA、AAA で過ごし、合計21本塁打を放った。2006年はスプリングトレーニング中に膝を痛め、5月26日には手術を行いシーズン全休となる。2007年は AAA で開幕を迎え、102試合で32本塁打、89打点と成績を残し、8月9日にメジャーに昇格する。その日のサンディエゴパドレス戦で先発出場したアンキールをファンはスタンディングオベーションで迎えた。また7回には外野手転向後の初本塁打を放った。2本塁打、7打点を挙げた翌日の9月7日、ニューヨークデイリーニューズが2004年の1年間、アンキールがヒト成長ホルモンを使用していたと報じた。3月にラルーサ監督が飲酒運転で逮捕され、4月には同じ飲酒運転での事故でジョシュ・ハンコックが死亡するなど、暗いニュースが多かったチームでは、アンキールのメジャー昇格は、数少ない明るい話題であっただけに、この報道は衝撃を与えた。彼は、トミー・ジョン手術からの回復のために使用したことを認めたが、すべて医者の処方に従ってやったことだと語った。他に、名前の挙がった、トロイ・グロース、ジェイ・ギボンズ、スコット・ショーエン・ワイス、ジェリー・ヘアストン・ジュニア、ゲイリー・マシューズ・ジュニアらと共に調査が行われたが、アンキールは証拠不十分で処分の対象にはならなかった。12月13日に発表されたミッチェル報告書においても、アンキールの名前が載った。2008年7月20日、2008年は主に右翼手としてプレー。120試合に出場し、打率2割6分4厘、25本塁打、71打点の成績で、オフには、約280万ドルで1年契約を結んだ。2009年のスプリングトレーニングでは1番打者への定着が期待されたが、打撃不振に陥る。5月4日のフィリーズ戦で外野フェンスに激突したことで故障者リストに入った。2010年1月11日にカンザスシティロイヤルズと1年契約総額325万ドルで移籍した。7月31日にカイル・ファーンズワースと共にトレードでアトランタ・ブレーブスへ移籍した。ジャイアンツとのナ・リーグ地区シリーズ第2戦では決勝の場外ホームランを放った。2011年3月12日12月2日にワシントン・ナショナルズと1年契約総額150万ドルで契約。2011年は中堅手としてロジャー・バーナディーナと併用された。2012年はかつての投手経験を生かして同僚のスティーブン・ストラスバーグにアドバイスを送ったが、自身の出場機会は限られ、7月7日にDFLとなった。2013年1月17日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。オープン戦で好調な打撃を見せメジャー契約を勝ち取ると開幕戦でデレク・ローから代打ホームランを放った。しかし、その後は成績が低迷し、5月6日にDFLとなる。5月13日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。また、その日のうちにメジャーに昇格した。6月13日に放出された。2014年3月5日に現役引退を表明した。2018年9月1日、ルイスビルで行われた OB 選手のワールドシリーズに出場し、2安打4打点の活躍をしたほか、投手としても登板して89マイルパワーを記録した。翌9月2日に投手として現役復帰を表明した。その後は、肘の靭帯再建手術を受けるなど真剣に復帰を目指していたが、2019年7月、術後の肘の状態が思わしくないとして、復帰計画を断念した。リーグ屈指の強肩を備える外野手。打撃では、パワーはあるが確実性に欠ける。もともとは、投手で2000年には、投手として30試合に先発し、11勝、194奪三振を記録している。ありがとうございます。